ようやく待ち合わせ場所に着きました。白井さん、サテンさん、お待たせしました。あ、来た来た。ウイハルが私より遅く来るなんて珍しいね。5分遅刻ですわ、ウイハル。ジャッジメントたるもの、迅速な行動を日々心がけなくてはいけませんのよ。すみませんでした。急な連絡だったので急いでは来たんですけど。まあまあ白井さん、ちょっとだけですから、それくらいで勘弁してあげてください。仕方ありませんのね。今は遅刻よりも大事な要件があるのですから、許して差し上げますのよ。ありがとうございます。それでこれから一体何をするんですか？とりあえず集合って連絡でしたけど。ああ、それは私も聞きたかったです。極秘任務を行うって言ってましたよね。よくぞ聞いてくれましたわ。本日の極秘任務、それは水着の購入ですわ。もうすぐ夏ですし、来たる時に向けて新しい水着を買わなくてはいけませんの。それは極秘任務にする必要あるんですか？当然ですの。そもそも水着とは乙女が大胆になる瞬間、披露する時までどんな水着か内緒にするのが通ですわ。とびっきりセクシーな水着を選んで、今年の夏こそお姉さまをメロメロに。なるほど、白井さんの魂胆は分かりました。でも水着なんて去年と同じでいいんじゃないですか？去年の夏もほとんど着る機会はありませんでしたし。まあ、ウイハルの言うこともわかるけど、それってつまり、これは早速確認しないと。そりゃ！サテンさん、なんで今スカートめくったんですか？ウイハルが去年と同じなんて言うから、パンツも去年と同じなのかと思って確認しただけ。それとこれとは話が違いますよ。いつまでも同じ下着を履いたりしませんよ。そうだよね。なら水着もそうなんじゃない？成長とか流行に合わせて変えていかないと。サテンさんの気候はともかく、その考えは素晴らしいと思いますのよ。私たちは成長期真っ只中、成長する体をより美しく見せるため、水着の新調は必須ですの。私は去年と同じ水着でもいいんですが。死の子の言わずに見てから決めますわよ。ささ、お店の方に向かいますの。あ、ちょっと白井さん、待ってください。はあ、やっぱりシーズンだけあって水着を売り出してるお店が多いんですね。そうですわね。ただどれもデザインが地味というか控えめと言いますか。え、そうですか？あの洋服屋さんのショーウィンドウにある水着とか可愛くないですか？桃色のワンピースタイプの水着ですか。問題外ですわね。あの程度ではインパクトに欠けますの。そっか、そう言われると白井さんよりはウイハルの方が似合いそうな気がしますね。確かにウイハルの子供っぽさなら案外似合うかもしれませんわね。サテンさんも白井さんもちょっとひどくないですか？あら、何を言ってますの？ウイハルを引き立てるには十分だと思っていますのよ。そうそう、白井さんと噛み合わなかっただけでウイハルにはよく似合ってるって私も思うよ。私が求めているのは今年一番の勝負水着ですの。無難なものではいけませんのよ。白井さんが満足できるのって難しそうですね。私は着てみて違和感なければそれでいいですけど。何事も妥協すれば無難な結果しか得られませんわ。やはりここはあのお店に行くしかありませんのね。白井さん、あのお店とは一体？行きつけのお店がありますの。ここから少し距離がありますけど、お付き合い願いますかしら。ああ、はい。白井さんの行きつけってのも
少し気になりますし、わかりました。白井さんの行きつけのお店ですか。嫌な予感しかしないのは気のせいですかね。大丈夫でしょう。とにかくついて行ってみよう。着きましたわよ。私の行きつけのお店はあの扉の先にありますの。あの白井さん、表通りからも見えないようなこの路地裏にお店なんてあるんですか？確かに扉はありますけど、看板もないですし、なんていうか大丈夫なお店ですよね。当然ですのよ。ジャッジメントの私が通っているのですから。お二人ともなぜか腰が引けていらっしゃるようですから、ここで待っていてくださいまし。すぐ戻りますのよ。白井さん、本当に扉の向こうに行っちゃいました。大丈夫でしょうか。自分でも言ってたし平気だと思うけど、白井さんの行きつけのお店、怪しさ満点だね。だけどちょっと気になってきたかも。私も入ってみようかな。本気ですか、サテンさん。あの白井さんが通っているお店ですよ。私が何ですの。ただいま戻りましたわ。白井さん、早かったですね。もしかして行きつけのお店でもダメだったんですか。いいえ、その逆ですのよ。さすがと言うべきですわね。店頭にあった商品に私ビビッときましたの。いても立ってもいられず、すぐに手に取り購入した。これが私の今年の勝負水着ですわ。なるほど。どれどれって、これは黒の紐ビキニ。白井さん、正気ですか。この水着、布の面積がほとんどありませんよ。何をおっしゃいますの。勝負水着はこれくらい大胆に攻めることが必要。ゆえにこの紐ビキニスタイルは勝負水着として妥当という理屈になりますわ。でもこの水着をプールとかで着ちゃうわけですよね。もちろんそのつもりですが。これを着て人前に立つつもりなの。私には無理。っていうかありえない。あの白井さん、ちょっとは考え直した方が。この水着があればお姉さまも納札間違いなし。待っていてくださいね、お姉さま。聞いていないみたいですね。こうなった白井さんはもう止められないね。お姉さま、